listening to Shibuya Cross FM. いつもアゲアゲケツカチンだよ。クレイジーハイテンションなパーソナリティがラッキーライティクラッキーデンスデンスデンスなっときをお送りする。そういえばありがとう平成、略して Shibuya。あなたの夢に近づく一歩を応援するパッションネ合同会社の提供でお送りいたします。こんばんは、各週日曜日18時から1時間の生放送、素敵なゲストをお迎えしてお送りするエンタメ番組です。略してシブラジ。この時間、この番組はシダックスカルチャービレッジ1階にありますサテライトスタジオより、お届けしております。今回のパーソナリティは歌って踊れる秋葉系ドームファンタジスタつながりやと、あなたの名変な彼女2代目謎仮面デューク九条と、誰、私の背後霊でお送りいたしますやだ、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ね、先日はバレンタインデーだったじゃないですか、はい、2月14日。そうですね、はい、私今年からもらう側から配る側になったんで、はい、おー、そうなんです。結構あげました。一人だけにあげたかなそうですか重いこと言っちゃった、はい、バレンタインってさ、そもそもさ、なんでバレンタインなんだっけ。あれなのよ、戦時中にね、バレンタイン大佐っていう人がギブミーチョコレートって言った子供たちにチョコレートを配ったのが発祥だって言われている嘘を私考えたわ。え、それ嘘なの。嘘よ。あ、嘘なの本当はこれ本当は、もともとキリスト教でバレンタイン、さんっていうのがいて、はい、男性が女性にバラを一本渡して、告白するっていう、イベントだったのよ。あ、男性から女性。男性から女性なの。そうなんだ、うん、なんだけど、なんかお菓子メーカーがね、もう黒い交際をお菓子メーカーとかその政治とかいろんなお金を儲けてやるって王者たちがねそう、グリコとか森永を角沸かしてね、うん、チョコレートを配るイベントにしたのよ、うん、女の子の日になったのまあね、経済回すのはね大事なことですけど、はい、女からっていうのがね、またなんかね、難易度が高いイベントになっちゃいましたね。そうなのよね、ね、うん、告白を必ずしなければいけないってことはさ、うん、付き合っててもさ、結構邪魔になるわよねまあね、プレゼントが好きな人たちはいいけどね。そうね、でもイベント多いのよ。クリスマスだ、バレンタインだ、お正月だ、やれなんだかんだってまあね、でもほどほどに楽しめたらいいなって思いますはい、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、それでは、あれですかね、コーナーの方に行っていいのかしら。どうぞ。はい、では、いいかしら。はい、ふーん、なるほど、確かに素晴らしいアニメ言2代目のコーナーでございます。はい、このコーナーはですね、初代から受け継いだコーナーでございます。私が、見たアニメでとっても素晴らしい名言の方を、忠実に再現していくっていう、エンタメコーナー、うんうん、違う、名言を吐くコーナーになってるんだけど、はい、今回はねちょっと長尺なのよ、うん、早速行っていいかしら。どうぞ。雪の下は雪の下のやり方で真正面からぶつかり、己のプライドにこだわり、それでいて実力をフルに発揮する彼女のやり方を貫いた。なら俺は俺のやり方を貫くしかないだろう。正々堂々真正面から卑屈に、最低に陰湿に。セリフ長っ。はい、これ何のアニメですか。これはですね、俺がいるっていう 訳されるやつなんですけれども、はい、はい、正式タイトルが、俺のラブコメは間違っているっていうやつなんですよ、はい、でこれは12話の方で一番最後の、一期の一番最後の方のコーナーなんですけれども、概要をちょっと説明しますね、千葉県、千葉市、千葉市立、総武高校高等学校に通う高校2年生の、
引ヶ谷八幡は引ヶ谷八幡っていう、主人公ですね、はい、は友達を作ることを諦めて一人ぼっちを極めようとしていた。妙なへりくつをこねながらぼっちな高校生活を謳歌しつつリア充を嫌い呪っていた、八幡だったが、生活指導担当の教師、平塚静香に目をつけられ法師部に無理やり入部させられる。そこで八幡は校内一の才女として知られる雪の下雪のと出会うというお話になっております。ほー、はい、これ冷たくかつド S な雪の下雪のがすごく冷たいんですよ。だからもうなんかゾンビみたいな目してゾンビでしょあんたみたいなことを平気で言うんですよ。うん、だからド M な私としてはもうキュンキュン来てしまうアニメでございます。おー、なるほどね。はい、これもう一個いくんですけど、偶然も運命も宿命も俺は信じないとか言うんですよ。だからとにかく孤独でその一人でいることは大事というか、一人でいることを冷算していて、みんなと一緒に力を合わせて何かやらなきゃいけないってことはないよねっていうことをラブコメの中で言ってくるんで、うん、ラブコメなんですよこれ。ラブコメなんだ。はいラブコメなのに主人公が引きこもりで一人を冷算するっていうアニメです。おー、面白そうですね。はい、胸に響く名言ですのでぜひぜひ皆さん楽しんでいただければなと思うんですけど、はい、これどうですか、こんな卑屈な男の子嫌い。そうですね、そうねでも卑屈で一人で完結してる人ってなんかかっこいいなと思いません？そう、孤高の人みたいな。あ、私は学校にいるときスクールカースト上位にいたので、あんまり一人でこうここなんかみんなで行こうぜみたいな、カラオケ行こうぜみたいな、高校行こうぜみたいなそんな感じだったんですよ。それよりは教室の隅の方で一人ずっとゲームのデッキ組んでるみたいなかっこいいなと思うのよあれ。貫いてるよ ね貫いてる感じが、はい、いいのかなと思って、このアニメの名言を。じゃあのよ、昨日の配信で私、カズノコさんって私のファンの方がいるんだけど、はい、どんなアニメがいいって言ったら、これ俺がいる知ってるでしょって言われて、知ってるわよ。で私流しでチラッと見たの、流しでちらっと見てたんだけど、名台詞みたいなの思い浮かばなくて、で見直したのよ、寝ながら、ただこれだ本当は指定のセリフがあったんだけど、こっちの方が響いたなと思って。お、長かったですね。卑屈なセリフを言ってみてしまうことになってしまったということで、はい、はい、あなたからの、アニメ言、お待ちしておりますということで、私のコーナーは終了でございます、はい、それでは聞いてください。恋をするときは勇者でいたいという気持ちがたくさんこもってます。九条でアトレイユ。君のことを思うとなぜだか切なくなる。君のことを思うとなぜだか涙あふれ出る。何も知らないことを悲しむ。から
以上、九条でアトレイユでございました。この曲はですね、各種配信サイトから、ダウンロードできますので、ぜひよろしくお願いします。続きまして、つながりよコーナーに行きたいと思います。大人のあるある575。こちらのコーナーは、深夜のテンションでうっかり思いついてしまった大人のあるあるをリスナーのみんなからあから順番に募集をして、ベストオブ大人で賞の作品を決めていくコーナーです。今回のお題はふです。ふそれでは早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム桃盛りのイノセントガールさんの575。不思議だな、やる気スイッチ見つからない。確かに。わかるわかるわかる、わかるわ。どうでもいい時にオンになったりするよね、うん、あ、そうだよ。もう寝ようかなって時にオンされると ね寝れなくなっちゃうのよね、これね。無事にオンされますように、うん、次、ラジオネームハムスター侍さんの575。不平等、バレンタインのクオリティ。確かに本命とギリでちょっと差出るよね。そうね、スロールチョコだけぶん投げられたこととかあるわよ、私。まあね。そんな速度で投げるっていうぐらい。まあ美味しければいいよね。そうね。ね、次、カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。新橋のドエストランジスタです。違いますよ。番組間違ってますよ。今年は雪も多く、とても寒い時期になってまいりましたが、こんな寒い冬にぴったりの我々のニューシングルが発売いたします。それでは聴いてください。二、うん、人きり、やっと慣れたね、笑う君。うん、うん、素敵素敵。胸キュンする、これ。でも違いますからね、番組、うん、あ、番組違うんだね、番組違いますから。カウントダウン TV じゃなかったかしら。カウントダウン TV じゃないです。あ、そうね。あ、ごめんなさい、自分歌手だからちょっとびっくりしちゃって。私もびっくりした、間違っちゃった、うん、あ、でもう一個ね、トランジスタあるよ。はい、福太郎、松本清、杉薬局。みやちゃんはドラッグストア何派かな。寒いけど最後まで頑張ってくださいね。ありがとう、はい、杉薬局派ですね、私は。ちなみに杉薬局派なの、うん、アプリ珍しいわよ、杉薬局。あ、本当に、うん、なんかね、アプリでポイント貯めれるんですけど、今ね、3万ポイントぐらい貯まってますね。ちなみに私、大黒ドラッグ。あ、そうよく見かけます。金曜日が安いのよ、ポイント 5% になる。そうだね、はい。どうしようかな、今回はじゃあハムスター侍さんの不平等、バレンタインのクオリティ、こちらに決定したいと思います。不平等ね、確かに世の中と一緒よ。ね、共感できた。というわけで、次回のお題はへです。思いついた575は番組宛てのメールアドレス、渋谷で @radio@gmail.com までどしどし送ってきてください。大人の皆さんの本気お待ちしてます。以上、大人のあるある575でした。それではここで一曲お聴きください。つながりはフューチャリング、柴村隆介で進めダンジョン。退屈な毎日に冒険が始まった。今飛び立て勇敢なプレイヤー。敵だらけのステージでクエストクリアを目指して物語の主人公になるんだ。君から流れてる心握りしめて雪に変えて仲間を探して険しい道走ってプライドを屈も恐れず進もう。つながりはフィーチャリング柴村隆介で進めダンジョンをお届けいたしました。こちらは各配信サイトからダウンロードできますので、ぜひ聞いてください。はい、ここからは私のコーナーでございます。はい、時は2020年、うん、伝説の、コーナーが帰ってくる。おう、そして、今2022年によみがえるあの伝説のコーナー。あげあげ
ラブトーク。あげあげラブトーク。はい、こちらですね、リアちゃんがいなかった時にですね、はい、コロナの初年度ですね、これは初年度の時にソーシャルディスタンスって何なのみたいなところから、はい、恋人たちがどれぐらいの頻度で、SEX あ、これからはちょっと言えないから言えないから、はい、これからは仲良しって言わせていただきますわね。仲良し、 OK です。カップルたちがどれぐらい仲良しをしていたのかっていう2020年の調査結果を踏まえてですね、お2020年、22年、はいはい、今年になって、はい、恋人たちは一体どうしてるのということを追加調査してまいりました。お、興味深いですね。はい、ということなので、これ以降はですね、 SEX のことは仲良しと言います。私がいない回にこんな楽しいことやってたんですね。そうなんです、はい。で、前回、行ってまいりますね、最初から。はい、前回2020年4月の結果では、その仲良しの回数、はい、どれぐらいだったと思います？仲良しの回数、はい、年間で、だいたい調査期間は年間でやってるんだけど、恋人たちがどれぐらい仲良しをしてるのかっていう、あの年間、あな、してるしてない、1週間に1回何回みたいな調査の中でのことだから、あ、何十パーセントの人たちがだいたい仲良しを20代はしてるのかっていう、あ、そして控えたのかっていう。あ、でも結構してるんじゃないですか。はい、パーセンテージで答えていただければと思うんですけど、 60% リアちゃんたらお盛ん多すぎました。なんと平均ではですね、2020年の段階で半分 50% でした。 50% か。はい、だから、コロナに負けず恋人たちは仲良しをですね 50% してたわけです、2020年には。ほうほう。さあ、それが現代どうなったのかということでございます。はい、追加調査で、大体200人ぐらいの20代の、カップルに、問い合わせたところ、はい、増えたと思います、減ったと思います？増えたと思います。あら、ステイホームでお家にいるから、うん、仲良しの回数が自然と、うん、残念なこと、残念なお知らせがあります。 20% ほど減ってしまいました。そうなんだ、はい、意外。1週間に一度、仲良しするという20代カップルがですね、はい、30% ほどです。おー、はい。で、追加調査で、はい、女性の方が恋人ともっと、会いたいと思ってる傾向が、高いそうです。うん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 、男性よりも、10% ぐらい、高い計算になってるのかな。おー、なので女性は待ってるけど、私とかね、メンヘラ彼女だから女性側は待ってるけど、男性側はちょっとステイホームでちょっと回数とか言われてもちょっとっていう風に、追加調査でなっております。おー、ちなみに、恋人に会う 頻度のアンケートでは、理想も、現実も理想も1週間に1回っていうのが1位になってるんですけれども、はいはい、じゃあ1週間に1度会ってるカップルの中で男性と女性で束縛されてるって感じてるのはどっちがどれぐらい思います？おー、束縛か。でも男性の方が多いような気はしますね。束縛されていると感じる、されてると感じてるのが。その通りなんですよ、はい、なんと男性は、30% が束縛されてるって感じてるのに対して、はい、女性は 19.4% しか束縛されてるって感じてないの、うん、女性の方がフリー。そうなるほどね、男性はね、束縛されてるのよ。だから仕事って言うけどステイホームでしょ、うん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 、もっと回数増やしてよ。会いたいってことね。そして仲良ししてよと。あ、仲良しよね。そうで、束縛をしたいと女性は思っているけれども、うん、男性側は、うん、ちょっと多いというのが今日本の数字になっております。はい、なるほどね、はい。で、連絡頻度のアンケートっていうのも取ってあるんですけど、うん、これあの、もしね、ほら私とかほら寂しいシングルだから、もう恋人と連絡取りたいと思っても取る相手がいない、寂しいわってなるんだけれども、もしいたとしてよ、1日にだいたいどれぐらい連絡頻度をしたい？その LINE 一通とか、LINE 一通を1回として、1日に何回ぐらいやり取りしたい？30回。 30?
え、恋人同士でしょ。恋人同士。え、30… え、1日よ。え、だって片道が1でしょ。そう。え、30回30もやり取りすることある。え、LINE だったらすぐじゃないですか。私みたいになんか好きみたいな。うんうん。え、俺もだよ今何してるみたいな。俺もだよみたいな。うんうん、俺もじゃなくてみたいな。そういう話。うんうんうん。それ30もやる。やりたくない。私は冷めてんのかしら。ちなみに日本の平均的な、カップルの、連絡頻度は10回だそうです。10回か、はい、10回が 30%。 あ、そうなんだ。意外と少ないんだね。はい。お、ちなみに電話はほとんどしないそうです。ああ、分かるような気がする。はい。なので連絡頻度、新型コロナウイルスの影響によるリモートワークや、外出自粛などおうちの時間が増えた今、一緒にいて楽しいことや気遣いができるかどうかっていうのを重要視するようにはなってるんですけど、でも仲良しの数は減ってるんです。不思議。不思議だこれ、ね、そうなの。合ってるのにね。はい、ね、合ってるのに仲良しはね、男の人はね、めんどくさいみたいな。え、めんどくさいのか。多分なんでかしら、不思議。そうなんですよ。で、ここからディープな話に突っ込んでいくわよ。どうぞ。ちゃんと用意してるわ。はい。前回はニューヨーク市の、はい、仲良しがどうなってるのかっていうのとか、あとはイギリスは、ズーム飲み会でなんか脱いでるらしいの。だから、脱いじゃいけないとこまで脱いで、ズーム飲み会でパーリラーみたいな、家で一人で飲んでんだけどパーリラーみたいなことをやってるっていう調査結果があったんですけど。そうなんだ。今度私ね、ちゃんと調べてきました。はい。デュレックス社がアジア、アメリカ、ヨーロッパ、南米など計26カ国に対して行った仲良し頻度と仲良し満足度の調査によると、はい、週1回以上の仲良しを行う、夫婦などの割合が高かったのは、1位はなんとギリシャ。ギリシャ。ギリシャすごいわよ、うん、87% の人たちが。すごいね。すごい仲良しだ。そう。で、2位ブラジル、82% の人たちが仲良し。暑いですね。そして3位、意外なところでロシア 80%。 おー、この3カ国が、仲良しを、仲良し3カ国。平和だね。一番、世界で一番仲良ししてる国よ。え、日本は？日本はなんと最下位です。最下位なんだ。はい。で、日本は、34% しか仲良ししません。なんと。しかも、満足度、満足度も分かんない。仲良し満足度もちゃんと取ってあるんだけど。はい。仲良し満足度がなんと世界的に見てダントツに低く、15%。はい、そうなの。片や週一で仲良しする夫婦の割合が 87% のギリシャに対して、満足度も 50% を超えてます。おー、素晴らしいですね。だからもうギリシャの夫婦とか男子も女子ももうすごいのよ。ね、愛し合ってますね。そうなの。で、仲良しすることによってプラスの効果があるっていうところで言うと、夫婦間の愛情を感じやすくなったりとか、仲良しによって気持ちのズレが埋まったりとか、離婚の防止する作業があったりだとか、不倫とかに走りにくくなる。あとはホルモンバランスがこう乱れなくなったりだとか、回数も満足度も世界最下位の日本ですけれども、実は仲良しを大切に考えてるっていう人もたくさんいるので、うんうん、日本人の方が、日本人のその、なんだろう、仲良しの回数が少ないからといって、そんなに捨てたもんではないんだけれども、うん、だからちょっと外国だとスポーツ感覚なのよね、多分。ああ、なるほどね。うん、その辺の部分で調整をしていけばいいのかなというふうに思っております。はいはい、てな感じで、はい、2022年。もうさ、後半仲良しについてしか話してなかった。まだあんのよ、仲良しに関しては。あ、そうなんだ。はい、仲良しの相性って面と向かって二人で語り合うことは少なくても、夫婦としてうまくやっていけるかどうか深く関わるテーマであるのは間違いありませんね。仲良しの最中に不思議と心が通い合ってないような気持ちにさせられる男性とは残念ながら結婚しない方がいいのよとか、仲良し前提でいろいろやった方がいいのよとか、いろいろあるんだけれども。うん、いいかしら、もうお腹いっぱいかしら。大丈夫、大丈夫だよ。はい、残酷な現実ですが、恋人と、なんだろう、
心が通い合ってないときは男性側が自己中ですよというところで締めさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、みんなね、はい、仲良しできるときはね、じゃあ仲良ししましょうで、そんなところで、はい、では、2022年度版、アゲアゲラブトーク、これに締めでございますえい、はい、それではここで一曲お聴きください。つながりあれ、桃坂れないのセントボーイ。大好きな香りに包まれて、特別な桃色に染まりたい。あなたに近づきたくて、だけど体がつくて、一緒に交わりたくて、心全部でぶつかった。ビートに刻まれる声も、しなやかに踊る体も、私だけに見せて。The crowd's about to darling。 小悪魔な笑顔で近づいて、気まぐれに。つながり屋で桃ざかりのイノセントボーイをお届けいたしました。こちらも各配信サイトからダウンロードできますので、ぜひ聴いてください。さて、ここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。第75回目のゲストはおなじみですね、心の解説者、平山康介先生です。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、心の解説者の平山康介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますすごい会話でしたね前の面白いと思います。あげあげラブトークでございました。はい、したで今回はあの心理学もそうなんですけれども、はい、あのアットダイムさんっていう、まあネットの、まあ、情報ツールなんですけれど、そちらに載っている記事を中で少し抜粋してさせていただいて、はい、Z 世代で言われるその高校生から24歳ぐらいまでですかね、あの社会人 1,2 年生になるのかな、でそのぐらいの子たちの SNS の情報であったり、あの何を信用しているのかという記事を使いながら一緒にお話ししていきたいと思います。はい、はい、いいテーマですね。はい、あの平山先生は大変素晴らしい方でですね、はい、あのプロフィール的なところで言うと資生堂の講師だったりとか、何やなとか、大変キャリアのある先生でして、私も今日ドキドキしてるわてへペロ、ね、今までね何回か来てくださってますけど、はい、全部ねためになるお話で楽しかったですもんね、はい、あのでもね、あのリュークさんとは初めての、うんうん、あ、なんか初代からお話を聞いてるんですけど私は初めてだからやだ、くどかれてる高まる二代目ね、謎仮面さんとして初めてお会いいたしますので、はい、でこちらよろしいでしょうか。あ、はい、はい、でこちらがあの Z 世代と言われるその世代の中で何の、はい、ツールで情報を見ているかというものになるんですけれども、はい、まずあの1位が SNS、まあ、YouTube なども入っておりますし、あとテレビ番組、うん、CM、 そして3番にウェブメディアというものがあります。お、でウェブメディアっていうのは、まあ、Google であったり、あの言っていいのかな、スマートニュースさんみたいなアプリであったりとか、はい、そういう形になってきていて、はい、SNS が、まあ、LINE、Twitter、Instagram など、はい、まあ、皆さんがお使いのもの、まあ80%。あの待って待って、 SNS っていうとさっきのコーナーでいうとこの仲良しってことでいいのかしら。違くない綴りが違くない。仲良しではない、それは違うね、これ違うね、間違っちゃったわ、ごめんなさい挟んじゃったわ。 S しか合ってない。 YouTube もそうですし、あ、大丈夫ですよ、ありがとうございます。あのね、リアちゃんとかも SNS はやっぱり使いますよね。使います。私は使われてる方よ、どっちかというと。謎仮面さんは結構特殊なものをね使われてるようなイメージがSNS の奴隷みたいなとこあるわよ。あるんですけれども、はい、まあでも
なんていうんですかね、こう社会のトレンドとしては、うん、あの SNS って一つのトレンドで、あとノージェンダーって言って、うん、あの男女が関係なくなっている部分があったり、あと非社会性であったり、あとリモートっていうのが今の時代の流れなんですけれども、うん、その中であの非社会性っていうんですかね、これちょっと真面目な話になってしまうんですけれど、はい、あのちょっと 3,40 年前までだと、あの反社会性っていうのがあって、あの校舎を、ね、壊してしまうとか、はい、ちょっとこう暴力は出すけれども、暴力を出したいんじゃなくて自分の言いたいことがあるんだよっていう時代があったんですけれど、あの盗んだバイクで走り出す、そうですね、そうですまさにそこと全く相反して非社会性といって、ちょっと家に入ってしまったりとか、まあ、引きこもってしまったりっていうのも、まあ、社会問題ではあるんですけれど、今の時代ではあるんですよね。そういう意味ではちょっとこう SNS が多くなっているっていうのはすごく背景の中で大きいのではないかなとは思いますね。うん、私なんかあの盗んだバイクで走り出してたりもするし、家で引きこもってゲームもしたりするんだけどこれどういう感じになっちゃうの昔これ。いや、ハイブリッドハイブリッドの感じなの私。いや、ハイブリッドなところはすごくいいと思います。あのとてもあのガソリンでも水でもいけるみたいないいとこ取りですねいいとこ取りです。あの感性の部分がすごい今の強いっていう話になるんですが、心理学的にその感性っていうのは、その自分が経験したことであったり、あの体験してきたことを表現するのが感性になるんですね。で、あと理性と語性っていうものがあるんですけれども、語性というのがあの悟る性、さがって書くんですけれども、はい、そちらはあの理解する能力っていうものになります。で、理性っていうのは思考能力って言ったらいいのかな、うん、になるんですけれども、SNS などこうリモートでの非対面の形になってくると、どうしてもその相手が見えない分感性がやっぱり弱くなってくるんですよね。謎コメンさんはもう感性の塊ですもんね確かに。いや、私もなんか子供を慈しむ、あ、それ母性だ母性もあったんだ。母性も最近は目覚め始めてるので、うん、よくわかんなくなってきてますけど、ただ、本名が私、涼って言うんですけど、はい、涼剣の涼っていうのは悟るっていうも読めるんですよ。だから語性っていうところで言うと、一つのことをあの一つ受けた時に悟るっていう力はひょっとしたら高いのかもしれません。そうですね、うんうん、絶対高いですね。で、やっぱりそういう意味では心理学用語では、あの対人認知といって、相手の動作とか行動が気になりすぎてしまって、まあ、女性多いですよね。あの子がこう言ってるか、まあ、あのみんながカレー食べたいカレー食べたいって言って、いや私カレー今日はいいかなと思ってたけど、みんなが言ってるからちょっと、うん、食べたいって言っちゃうような、そういう情報に流されてしまう。あ、対人認知っていう言葉もあるので、うん、そういう意味では SNS の大きさっていうのはすごい大きいのかな。うん、リアちゃんはその情報をやはりあれですか、あの SNS から取りますか？割と取りますね。その行こうとしてるお店とか、あらかじめインスタグラムとかで見たりしちゃいますね。インスタグラムでお店探すんですか？はい、あ、お店はあらかじめ選んでて、どんな感じかなみたいな。インスタグラムで探すって、ね、しちゃう。いやしちゃう。私はもっぱら口コミよ。あ、口コミ。うん、美味しいお店だって聞いたら、とりあえず行くことにしてるわ。口コミも見ますよね。はい、僕は、まあ、動いちゃう方で、どちらかというと、まあまあ、某コンビニがあるんですけど、家の近くに、そこに並んでる、まあ、お惣菜とかが、あの、まあ、中華ばっかりなんですよ。で、ここのきっとオーナーさんの趣味で、文句は言えないんですけど、中華が多くて、で、なんかこう、なんていうんですか、その本部の指導が入ってるようなコンビニあるじゃないですか、はい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 、そこに行ってみるとなんかすごい新商品いっぱいあって本部直営店ってやつね。あ、じゃあそういうことですか、はい、それで初めてあそこの商品を知るっていうこともあるんですよね。うーん、あの私なんか、行ってるコンビニの店員さんと常連で仲良くなるから、お店に行ったらコンビニなのに、あ、九条さんみたいな感じで、あ、いいわっつって行きつけのコンビニがあるおー、いいですね。新商品の情報が入ってきますね。そうそう、で、あの社員さんだと別の店舗に回されるんだけどその別の店舗に回された社員さんを追ってファミマに行ったりするわ。もう社員さんのファンになってファンの相乗効果になってますね。はい、あのこちらもよろしいでしょうか。あ、はい、すいません。こちらがあの情報の信頼度、見えますかね、信頼度っていうところになるんですけれども、一番があのテレビ番組などがだいたい60%
ぐらいですかね。で僕らのこのラジオという部分が 50% で、友人知人もまあ 48% 約 50% っていうところになっていて、これがその情報に対してどれぐらい信用が取れるのかっていう部分になります。うーん、いかがですかこれをご覧になって。でも確かにそんな気はしますよね。うん、テレビの 60% 結構大きいかなと思うんですよね。うんうんうん、あのテレビってもともとメディアとして一番のメディアだったので、はい、そういう意味ではテレビが一番強いというのはもう外せないかと思うんですけれども、うんうんうん、でも最近のテレビはやっぱりちょっとゾッとするんですね私。うん、あのネットで見ててテレビを見るともう情報が全然違うんですよ。あのコロナにしてもそのネットで出てる情報とテレビで出てる表に出てくる情報が全然違いすぎて、でそれって多分ですけど変更報道って言われてるものなのかなというふうには思っております。はい、あの偏ったあの例えば野党はその批判ばかりだっていう論議があるんですけど、国会放送をずっと見てるとあの全然批判してないんですよ提案しかしてないんですよ。だけどその批判ばかりだっていうことはやっぱテレビで言われるので、これはどこまでどういうふうに確認していいのかみたいなところは僕らの世代も含めてですけど、もっと若い人たちが興味を持ってなんか手を挙げたり、なんにゃんでだろうっていうふうにですね、あれだけどそのさテレビとかさ、まあ、つけない日はないですから、はい、なんかその影響力もありますし、なんか信じちゃいますよねそれ疑うこともなく。テレビ見ないっていう世代もいますもんね。それこそ今オリンピックやってるか知らない子もいるぐらいだし、そのどこが本当かどうかっていうのは確かにこう分からないのかなっていう。 Z 世代は特にあのテレビを見ないそうなので、でネットのそのネットの情報だけに、毒されてしまうのも問題だと思っていて、あの好きなジャーナリストがいるんですけど、現地まで行って調べた情報以外は、基本的には信用はしないと。なるほどね。情報としては取るけど信用はしない。これがなんか素晴らあの一番、メジャーなその情報の取り方なのかなと思うんですけど、そのあたりってどうなんですかね。いや本当にそのとだと思いますよ。あのどこが本当かって、その僕とかリアちゃんとかでも SDGs とかそういう環境保護っていう部分とかもあるのに、まあね、違う車両が、ね、走って戦ってたりとかもあるわけだから、はい、そういうのを見るとやっぱりどこまでが本当なのかなっていう。これ心理学的には印象操作っていうんですね。あ、印象操作という言葉があって、相手に対して、まあ例えばリアちゃんカレー好きですよね、なんでカレーが好きだから僕もカレー好きってプロフィールに書いてしまって、はい、カレー好きなんですね、そうなんですよっていうように相手によく思わせることであったり、その謎仮面リュークさんがちょっとなんかもしかしたらあれよっていう話を書き込んで、はい、そうなのっていうふうにやるようなあの行動もあるのかもしれませんよね。うん、もう今日とかだって私カレー好きすぎて企業にした感じだもん。カレー色よ。そうだったんだ黄色いなと思ってたらこちら少しね押してしまうんでね。でこちらはディアちゃん大丈夫かな。大丈夫です。はい、あの誰を信用して相談するかということになります。あの SNS も含めて誰をその Z 世代を信用しているのかという意味では、1番がお母さん、そして2番が親友、まあ、3番目に友人、まあ、親友と友人どこまでが親友で友人だけどね、高校の頃は親友だったけど今は友人とか言って、その頃の友人なのっていうね、ありますけれども、こちらもどうですかね。あ、でも分かる、一番やっぱお母さんですよね。あの、私これに対しては物申したいわ。2代目謎仮面が入ってないわ一番信用できる仮面よ仮面界ひろしといえども、私以上に信用できる仮面いないでしょまあ、物知りだしね、相談はしやすいと思うけど、うん、謎仮面さんにね、勝るものはない。そしてこちらね、ちょっとお願いします。でこちらがその統計で取っていただいた SNS の利用目的になるんですけれども、あのツイッターの1位が暇つぶし、そしてあのインスタグラムの1位も暇つぶし、で YouTube も暇つぶし、そして TikTok、 これあのランキングすごい高いんですけど、実は TikTok って Z 世代に、こちらも暇つぶしとなっております。なので全部暇つぶし。あ、
まあそうですよね情報を見ると言いながら全て暇つぶしになっていまして、こちらもお願いします。で、日常の中での暇つな時間とは一体何ですかっていうと、大体がこの就寝前であったり通勤時間が通の時間になりますよっていう、あー、わかる。あの最近私配信をね毎日やってるんだけど、あの寝起きと深夜はちょっと控えてるのよ、うん、まあ私にとってだから朝って11時のことだし昼の、うん、で夜はまあ大体8時とか10時11時ぐらいがあれなんだけど、気づいたの私夜中に2時とか1時とかに、うん、例えば私が配信して、うん、あ通知来てると思ってパッと見てこれ来たらホラーよでも寝る時間ありますよね。僕はもうすぐ春分の日が来ますけれども、はい、3月にあの春分の日って昼と夜が 50%50% なんですけど、僕はすごい早いんで、うん、逆に朝 が3時とかだったりするんで、うん、やっぱ人によって違いやん、あの平山先生がちょうど起きる頃 に私寝てるわ先生活わかんない、わかんないよ一緒に寝てるかもしんないけど私わかんないよそこはそれはまずいですけどね生活って皆さんリズムありますからね、うん、僕も今こういうふうにジャケット着てますけど普段は大体半袖だったりするし、うん、私はもう常にこれだから、うん、これが清掃だから、うん、リアちゃん引かないでよちょっと怖い人を見る感じホラー映画みたいになってるわよちょっとそのままでいていただいてまあこういうふうにね SNS などでその心理も入っての情報っていうのがあったり、まあ、あの謎仮面さんのおっしゃるように情報操作が入ってるんじゃないかっていうのもありますしね、うん、あのショッピングチャンネルとかね、あの、はい、インターネットショッピングでもこの字型グラフといって、あの非常にいいっていうものと非常に悪いっていうものが明らかにこうグラフとしてカタカナの子の形になっていると、それはもうちょっと桜も入ってるって言われてますよね、はい、そうですね。アメリカ経済はあのショップチャンネルによって非常に売り上げを立てたっていう実績があったりとかしますので、うん、そうですね、その辺も考えるとやっぱりあの日本はやっぱりアメリカ型の経済、スタイル経済型を持っているので、うん、その辺のところでも日本独自の美しいあの、うん、色彩感覚をちゃんと持ってる、そうですね、あの日本の良さっていうところをやっぱ我々は日本人として、うん、立ち上げていくのではない、ね、良いのではないかと思います。はい。はい。はい。あら。え？ということでまとめてくれるのかなと思って。私今まとめようとしてる。まとめてましたよね。はい。まとまってましたよ、とても。はい。はい。あれ？え？えこあごめんなさい、私が、え、事故ってるこれ。事故ってません。全然事故ってません。はい。はい。ごめんなさい、ここで、本日のゲスト、はい、やっちゃった私、康介先生から、告知の方をお願いいたします。はい、plan03.com というあのサイトで僕 のブログであったりあの紹介がありますのでぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。皆さんぜひぜひチェックお願いいたします。詳細は当番組のアメーバブログにも載せさせていただきます。平山康介さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組はリスナーの皆さんからの質問、お悩み、番組への感想、パーソナリティの応援メッセージなどをメールで受け付けております。アドレスは、渋谷でラジオ @gmail.com です。たくさんのメールお待ちしております。こちらの番組では番組を支援してくださるスポンサーさんも募集しております。ご興味ある方は渋谷で @radio@gmail.com までお問い合わせをお願いいたします。この番組は渋谷クロス FM のホームページより動画配信も行っております。放送内容は2週間後に渋谷クロス FM の YouTube アカウントにアップされますので、そちらもチェックお願いいたします。はい、略して渋谷ラジ、次回の放送は3月6日です。パーソナリティは、リアちゃんと、九条とランマルと、ゲストはスクラップさんになっております。はい、ここでパーソナリティからも個人の活動について告知をさせてください。私つながりやは各 SNS やっております。今日の話にもありましたけども各やっておりますリア0625 RIA0625 で検索していただけると私の情報出ますので、ぜひぜひ私を見てください。はい、私の方はですね、毎日、朝11時からショールームの方で、2代目謎仮面デュークの、SDGs、サスティナブルデベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標に対して ボランティアをしていくルームをやっております。ぜひぜひ、毎朝私の顔見に来てね
ちょいちょい変な空気出すじゃん。すいません、すいません、本当にあの後で泣きます。最後に、私九条で、3月6日に発売になります、リバティを聞きながら、お別れになります。それでは次回もお楽しみに。バイバイ、はい。